ザインビトゲンシュタインベルコを女ナターリエナターリエ、クセニア、マルガレータ・ベネディクテ・プリンツェシンツー、ザインビトゲンシュタインベルレブルクは、デンマークのババ馬術選手。デンマーク女王マルグレーテ2世の妹ベネディクテ、王女の娘。ナターリエは、ベネディクテ王女とその夫で、ドイツ貴族のザインビトゲンシュタインベルレブルク高科家長、リヒャルトの間の、第三子、次女として生まれ、 ドイツのベルレブルク城とコペンハーゲンを行き来しながら育った。警視と同様、現行のデンマーク多い継承法の下では、同国の多い継承権を持たない。幼い頃から馬術に親しんでいたナターリエは、1994年からフィンランド人の馬上馬術選手、キーラシルクルンドをコーチとして、 スウェーデンのフリーインゲ国立乗馬学校で馬術選手育成のための訓練を行った。ヨーロッパ選手権で団体3位などの成績を残した後、ナターリエはコーチをドイツ人のクラウス・バルケノールに変えている。ナターリエは2000年のシドニーオリンピックでは控え選手の一人となり、2001年と2002年のヨーロッパ選手権にも出場してそれぞれ団体3位、4位となった。 そして2008年、北京オリンピックでは、ババパ術団体で3位となり、銅メダルを獲得した。ナターリエは、馬の後輩、育成にも関わり、2005年の秋には、バート・ベルレーブルクに、自分のよ馬ババを開いている。ナターリエは2010年5月27日に、ドイツ人のアレクサンダー・ヨハンスマンと結婚し、同年7月24日に、長男のコンスタンティンを出産した。 ありがとうございます。